ハロー YouTube。 はい、皆さん。暑いですね、今日も。今日はね、2020年5月の2日。2日だったよな。2日ですね、土曜日ですよ。もうね、曜日の感覚はわかりませんわ。今日はね、日曜日やら、月曜日やら、土曜日やら、金曜日やらね、さっぱりわからん。さっぱりわからへんわ。はい。そんなね、頭パープリンな57歳は、暑いです、部屋の中が。これ、もう、半袖で。もうね、すっかりね、おっさんですよ。はい。でね、もう夏も近づく。88やパンパン。ってなとこで、夏ですわ、もうはっきり言ってね。季節はもう夏ですよ。はい。で、私ね、5月に生まれたんでね、5月はね、ちょっと元気いいですよ。はい。おっさんは。はい。で、そんな中ね、夏といえば、階段でしょう、やっぱ。夏といえば階段でしょう。で、今日はね、ちょっとね、私が、経験しておりません、これ。あるトラックドライバーからね、ちょっと聞いた話だけです。はい。ちょっとだけ昔聞いた話です。で、私にはね、霊感もね、なんもないんですよ。はい。なんにも感じないと。何にも感じないと。霊の存在すらね、何にも感じない男なんですけれども、まあ昔、こんな話を聞きました。それはね、国道9号線で、島根県のある地域です。ある地域とだけ言わせてください。で、これ言ってしまうとね、あそこだと思ってね、その心霊スポットがね、分かってしまうので、はい。それはね、昔4トンのドライバーの人でしたけれども、その人はね、山口から段ボールを積んで、鳥取県の境港か。境港の方まで行ってたドライバーなんですけれどもね。で、またね、九州のね、これはね、家具屋だ。九州の家具を積んだトラックドライバーも行ってたな。まあ、それぞれ国道9号線というのがね、あるんですわ。それはね、山口県の下関から、京都市内までね、国道9号線走ってますけれども、主に山陰の方ですよね。を走っている大幹線道路です。まあ、国道一桁というとね、もう日本の幹線道路ですね。で、その中ね、まあその方が、どっち方面かね、ちょっと忘れたんですよね。9号線の上りか下りかね、忘れたんですよね。で、まあ雨がね、その日は、雨がね、しとしと降ってたらしいんですよ。で、季節的には6月から7月にかけての、まあ、梅雨ですよね。梅雨真っただ中。で、ほんとね、夜中、深夜のね、1時か2時頃じゃないですかね。で、まあ、その、国道9号線をですね、下走りしていると、女の人が国道をね、ひたひたひたっと歩いていると。で、最初ね、人とはね、思わなかったらしいんですよね。で、それはね、まあ、詳細はね、もう数十年前なのでね、もう詳細忘れてしまいましたけどね。まあ、とにかくね、男か女かもわかんないと。で、まあ、雨がひとひと降っている。で、全身がね、ずぶ濡れですよ。で、まあその夜中に歩いていると。で、まあよくよく見たら、女性だったということなんですよね。でね、そのあたりに、そんな人影を見たよ、歩いてるのを見たよという人はね、まあタクシードライバーも含めてね、まあ、ほんとね、山の中ですよ。国道9号線のね、山の中ですよ。何もないですよ。民家も何もないというところをね、そんな深夜にね、女性一人が歩くのかなとか。歩くのーたって言いましたね、今ね。歩くんですかね。で、まあそんな深夜ですからね、まあおそらくね、それがまあもっと早い時間帯だったり、昼の時間帯だったらね、まあトラックの運転手ね、まあこれが何しちゃってさ、みたいな感じで、お姉ちゃん乗っていかへんかみたいな感じでね、もう俺今から境港まで行くんやけど、まあ、どっか松江でも出雲でもそっちの方面に行くんやったら降ろしたらでみたいな感じで、まあ乗せたかもしれないみたいなことを言ってましたね。でもね、深夜ですよ。夜中だからね、さすがに夜中にこんな民家の何にもないところで女性がね歩いているということだけが気持ち悪いじゃないですか。はっきり言って気持ち悪い。怖い。でもね、なんかね、足がついてたみたいなことをね、言ってましたけど、足はあったんだけどな、みたいな感じで。はい。で、まあ、そこね、国道9号線狭いんですよ。ほんとね、もう山の中だから。今はね、おそらくそこはね、通らないんだろうと思います。というのが、今ね、無料区間の山陰道っていうのができてるんですよね。山陰自動車道か。まあ、部分でね、部分がね、開通していて、その区間がね、無料になっているのでね、その無料区間、まあ、その山陰道に乗ったら、ちょっとね、早いんですよね。なのでね、国道9号線はね、ほんと今はね、ほとんど車通らないと思います。もうね、夜中なんか、ほとんどトラック通らないんじゃないのかな。というのが山陰道通った方が、ほんと早いから。はい。もしかしたら重たい、なんか重機かなんか乗せてる人は、山陰道よりは、その9号線の方、504行く人もいるかもしれませんけれども。でね、まあ、そのね、夜中ですよ。で、ずぶ濡れになった女性が、で、まあ、何分か遅れで来るドライバーもね、いたみたいなんで、で、まあ途中で合流するのに、まあ30分か1時間遅れなのかな。で、あの辺で人を、女性が歩けなせいなんだかと聞いたところ、いやいや、そんな、自分は見なかったな、みたいな感じで。はい。で、まあ、後ろのドライバーは見なかったという話です。で、まあ、そんな話をね、何回か聞いたことがあります。私もね、そこはね、昼しか通らないんですよね。あ、昼しか通らないけど、あ、そういえば、あ、数回通ったことあるな、真夜中に。でも私、こんな感じで、霊感とか全くないんで、もう自分が通るときには忘れてましたね。そんな話があるよ、みたいな感じは。はい。で、タクシードライブ、無線の友達に聞いてみたら、結構ね、目撃者がいると。で、決まって深夜だと。で、深夜の雨がひとひと降っていると。いった感じでね、なぜかその雨が降っているその夜に出没すると。で結構ね、当時有名になったみたいです。なのでね、タクシードライバーだとか、本当トラックのドライバーはね、ちょっと恐る恐るね、その辺をね、行ったという話をね、聞いたことがあります。で、よくよく、これ話の続きなんですけれども、その近くにですね、火葬場があるんですね。火葬場が。で、まあよくあるじゃないですか、その近くに墓場があったりだとか、昔交通事故で死亡事故があったりだとか、火葬場があったりだとか、で昔の、なんかね、戦国時代のなんかがあったりだとか、で、そこで集団、なんかね、昔で言ったら、ね、大量殺人みたいな感じが、大昔ですよ。の、その例じゃないのかなという話でしたね。はい。でも確かにね、火葬場がね、あるんですよ。その9号線のすぐそばでですね、あるのはあるんです。で、何もないんですやっぱしね。夜中はね、もう真っ暗だしね、もうね、よくよく注意しないと火葬場というのがわからないといったところでした。まあ多くのドライバーはわかんないでしょうな。夜中に通るんだったらここは火葬場だよというのが、はい。で、大昔だったので、今はね、もう、多少は古びてるでしょうけどね、当時まだね、新しかったんですよね。なのでね、もともとそこにあった火葬場を、ちょっと新しくしたのかどうなのかは、ちょっとわかりませんけれどもね。でね、ほんとね、廃墟がね、2、3軒ありましたね、そういえば。廃墟がね、もう、かなり昔。多分ね、それね、昭和の時代ですわ。私がそこをね、通ってた時代はね、昭和の時代ですわ。なのでね、かれこれ昭和って言ったらもう30数年前ですよね。大方40年近いじゃないのかな、の話ですけれども。はい。後にも先にも、それだけですわ。その、心霊スポット的なことを、はい、聞いたのは、はい。で、本当私ね、霊感がないんでね、本当よくね、山口、広島、島根、鳥取と中国4県をね、ばらまきコマーシャルやってたんですわ。ばらまきコマーシャルというのは、一軒一軒ね、おろして、パンのイースト菌というのがあったんですが、それをね、当時、パン屋さんにおろしてたんですよね。2日がかりで。で、その時に、米子に行かない時には、米子でおろして、出雲におろす、結局山口県内に行って、広島おろして、米子おろして、出雲おろして、浜田おろして、とずっと帰ってくるコースだったんですけれども、たまにですね、米子、出雲が、たまたまないという、日があるんですよ。盆最中か、なんかね、ゴールデンウィークだとかね、そんな感じで。配達がない場合もあるんですよね。お店が休みで。の場合には、中国山地をね、広島から、あれはどうだったかな、広島市内からね、191号線か。191じゃないな。187号線か。広島のね、広島北の方からね、浜田に抜ける、ルートがあるんですけれども、国道何号線だったら忘れたな、もう180何号線だったと思ったんだけど。で、山をね、越えるわけですよ。中国山地をね、スキー場の、まあ、へりを通ってずっと抜けて浜田の方に降りていくわけなんですけれども。で、その途中でね、まあ、真夜中になるんでね。で、当時ね、コンビニもないんですわ。ほんとね、昭和60年。ないんですよ、コンビニがね。なのでね、まあ、途中でなんかね、パンか何かね、弁当かなんか、買ったのかな。で、まあ、山の中で寝るわけですよ。朝まで。もう、俺寝ようといった感じで。で、テレビもね、当時住んでましたけれども、テレビなんか映らないわけですよ。ラジオもね、ほんとね、ガーガーハングルかなんか、韓国かなんかの、テレビが入ってくるわけですよ。なのでね、もうすることがないからね、寝るわけですよね、もう8時とか9時にはね、もう、ビールでも飲んで寝るわけですよ。で、朝起きてね、さあ、朝になったさあ、行こうかなと思って、まあ、周りをね、パッと見ると、周りが墓場だったと。墓場だったと。はい。で、墓場のその、道路のまあ、真昼の方のまあ、広いところで泊まって寝てたけど、朝になったら、そこは墓場だったと言ったところです。そんな場所に寝てても、別に、ね、ここに三角形やった人が、こんばんはって来るわけでもないし、はい。そういう男なんですよ、私は。はい。まあ、そんな男ですけれども、まあ聞いた話です。なので、先ほどのね、国道9号線のやつは聞いた話だけれども、まあ、当時、まあそれ、運転手さんね、何したわけでもないんですよ。トラックに手を振っただとか、乗せてくださいと来ただとか、そういう話は今までないですね。それはね、私はほとんど、嘘こけと思いますから、はい。そんな話はあるわけないだろう。嘘こけみたいな感じで。はい。なので、まあ、聞いた話で申し訳ないですけれども、そういう話があったということです。はい。うさんくさい話はね、また、たくさんあるんですけれどもね。夜中に、タクシーがお客を乗せて、ね、どこそこへ行ってくれと。で、行ったら、後ろに、お客さん着きましたよと。で、後ろ見たらいないと。で、そこは、びしゃびしゃにシートが濡れていたと。で、着いたところは、墓場だったと。なんでこんな墓場に降ろしてくれっていうのかな。面白い客はなぁと。で、お客さん着きましたよと。なんとか墓地ですよと。で、後ろ振り返ったら、お客さんはいなくて、シートが濡れていたと。いう話はね、もう日本全国あっちこっちでありますね。はい。あっちこっちでありますね。これくらいの話はね、あちこちであります。はい。まあ、これから、夏に向けて涼しくなるような話は、これしかありませんけれども。はい。今日はこういう話で締めくくります。はい。それでは、皆さん、ゴールデン連休。ゴールデンウィーク、仕事があればいいな。じゃあ皆さん、さらばだ。